どうも、作曲家のトリドラです。今回はベートーベンのエリーゼのためにを分析していこうと思います。もう言うまでもなくとても有名な曲ですよね。ピアノ習ってる人だったら誰もが弾いたことあるかもしれません。そんなこの曲ね、音楽的な分析に入る前に、まずは歴史の話をしたいと思います。この曲、実は非常にミステリアスで謎が多い曲なんですよね。実はこの曲、ベートーベンが亡くなってしまった後に発掘された曲なので、正式に出版されたのはベートーベンが死んでしまった後です。公に発表するために作られた曲ではないと。で、しかも、ベートーベン自身のね、自筆譜が失われてしまってるんですよね。そのため、一体どういう楽譜だったのか、本当はどういう音で弾けばいいのかっていうのが、今でも専門家たちによって研究されていて、いろんな説があるわけです。そのせいでね、実はこの曲こんなに有名な曲なのにもかかわらず、未だに間違った音で弾かれまくっています。いや、かわいそうですよね。ベートーベンといえば非常にプライドが高くて、貴族相手にもね、もう尊大な態度で、いや、俺がベートーベンだが、みたいな感じで、突っかかっていたことで、まあ、定評がある作曲家なわけですけども、そんな彼がね、自分の曲が間違った音でめちゃめちゃ惹かれまくっている今の状態を見たら、もうね、めちゃめちゃ怒るんじゃないでしょうか。そういうわけで、今回はね、エリーゼのためにの分析に入る前に、一旦、ちょっと謎解きをしてみようと思います。さあ、そういうわけでね、まず前提知識です。ベートーベンっていうのはとてもプレイボーイだったことで知られてます。20代から30代ぐらいの間に非常に女性関係が多かったと。で、しかも、まあ女性関係も多かった。まあモテてもいたんですけども、玉砕もめちゃめちゃしていたと。大体、貴族の娘みたいな人たちですね。非常に身分が高い人にアタックしまくって振られると。しかもすげえ年下が大好きだったようです。自分がレッスンをしている女の子に恋をするっていうことも多かったということで。ただ、当時っていうのはね、音楽家の地位が貴族と比べると低かったので、身分差によって、まあ、いや、結婚は無理でしょっていう、そういう状況だったらしいです。にもかかわらず、アタック、玉砕を繰り返してたのがベートーベン。で、そんな中で、このエリーゼのためにっていうのは、タイトルからもわかる通り、エリーゼのために書かれた、まあ、言ってみればラブソングみたいなもんですよね。プロポーズのために作られた曲なんじゃないかとか言われたりすることもあります。まあ、真相はわからないですけどね。で、エリーゼが誰なのかっていうのが分かっていません。これはこれから説明していきます。そして、エリーゼのためにっていうのはあくまで正式な曲名じゃないことに注意してください。まあそもそもね、死後に発掘された曲なので、正式な曲名っていうのはありません。まあ、ただ、まあバガテル25万っていうふうに呼ばれることが多いようですね。さあそんなエリーゼのためになんですけども、僕さっきね、間違った音で未だに弾かれ続けているっていうふうに話しました。これもうちょっとね、ピアノを弾いてる人は大事として捉えた方がいいと思います。エリーゼのためには非常にバージョンがたくさんあるんですね。まずね、エリーゼのためにの楽譜がどういう風に書かれたかっていうことを簡単に説明していきたいんですけども、まずはじめにね、1810年頃にこのスケッチが書かれました。で、このスケッチは残っているんですね。ベートーベンハウスっていうところに収蔵されているそうです。ちなみにこの段階でベートーベンはだいたい40歳ぐらいですね。40歳にもなって情熱的なね、恋の曲を書くっていうのはいかにもベートーベンらしい感じがしてますけど、まあ、それ置いといて。で、その後、1810年に書かれたこのスケッチを元にして、一番最初のバージョンのエリーゼのためにが書かれます。ただ問題なのが、この最初のバージョンのエリーゼのためにの自筆譜がもう失われてしまっていて、このように存在してないということです。ただね、じゃあこのように存在してないのになんで今になっても伝わってるのと思うことでしょう。実はね、この今はなくなってしまった自筆譜は途中まではあったんですね。1867年に音楽学者のルートヴィヒ・ノールという人がその自筆譜を発掘して、でそれを手で写して出版をしたんですね。その後で自筆譜がなくなってしまったと。奇妙な話ですよね。途中まであったのになんでなくなってしまったんでしょうか。で、そのノールさんが出版をするときに、この曲の自筆譜にエリーゼのためにっていう風に書かれていたんだよということを言っていたために、今この曲はエリーゼのためにという風に呼ばれることになっています。さらに重要なことに、今僕らがよく知っているエリーゼのためにっていうのは基本的に、このノールさんが1867年に出版したものが元になっているんですけれども、あくまでノールさんが写した楽譜なので、どうやらね、ベートーベンが実際に自分の手で書いた自筆譜とはちょっと違っているんじゃないかと。ノールが音を写し間違えているんじゃないかっていうことが言われているんですね。まあもちろん本当に写し間違えたのかどうかすらもう今となってはわかりません。ただ、どうやら写し間違えてしまったんじゃないかと考えた方が自然な部分がいくつかあるんですね。これについてもすぐにこの後説明していこうと思いますが、まずは、いろいろとあるエリーゼのためにのバージョンを今から説明していこうと思います。まず最初にこの自筆のスケッチですね。これがベートーベンの手で書かれたものとしては唯一残っているものです。
そして次にこちらが、ノーブルさんが自筆譜を写して出版した初版です。ただこの段階ですでに奇妙なところが1点あるんですね。7小節目を見てほしいんです。ここです。この部分ですけれども、この部分の最後のこの4つの音のメロディーライン、弾いてみるとこういう音になっています。こうですよね。なんですけども、さっきのベートーベンの手書きのこのメモですね。こちらよく見てみると、この部分、メロディーラインが微妙に違うんです。まあ、非常にちょっと見づらいんですけれども、ここね、どういう音になってるかというと、こうなってます。こうです。ここですよね。ちょうど今僕が指しているところのこの音ですけども、ここの音、D の音ですよね。なんですけども、ノールさんの初版では、ここ、E の音になっています。こうなのか、こうなのか。まあ、音が一個違うだけなんですけれども、これね、非常に議論が分かれているポイントです。ベートーベンの手書きのスケッチではここ明らかに D の音だったんですけども、ノールさんの初版ではここは E の音になっていると。これは、ベートーベンがそのスケッチから実際に自筆譜に書き直す段階で本当にこういう風に変更したのかもしれないんですけれども、ノールが音を写し間違えているんじゃないかっていう可能性もあります。っていうのも、実はね、この後も同じようなメロディーがいっぱい出てくるんですけれども、ここの音が E になってるのは、ノールさんの初版ではここだけなんですね。7小節目だけで、この後のところは全部 D の音になっていると。ちょっと怪しい感じがします。はい。で、そしてね、次のバージョンにちょっと行ってみましょうか。次、1822年にベートーベンがなんとさっきのスケッチを自分の手で改訂しているんですね。このスケッチを見てもらうと、インクで書かれている部分と鉛筆で書かれている部分があるのがわかると思うんですが、鉛筆で書かれている部分は1822年になってからベートーベンが書き直した部分だそうです。で、それを見てみるとね、ここに鉛筆で16部9符が書かれているっていうのがわかりますよね。なんと伴奏の最初のところに16部9符を書き足しているんです。結構大きな変更ですよね。なので、このバージョンの楽譜っていうのは実は別で出版されています。マリオ・アッシャーという音楽学者の人がね、このスケッチをちゃんと読みやすい形に上書して、ベーレンライター社っていう出版社から楽譜を出版しています。それがこちらですね。この楽譜です。見ての通り、伴奏のところに16部9符が本当に付け足されています。これどういう音になるのか気になりますよね。ちょっと楽譜を打ち込んでみたので聞いてみましょう。はい。と、まあ、こんな響きになります。だいぶ、ね、原曲とは印象が違いますよね。まあ、原曲はね、皆さん知っての通り、こういう感じです。16部9符が加わるだけでかなり印象が変わるわけですけども、こんな工夫もね、実はベートーベン自身が後から加えているんです。しかも1822年ということは、ベートーベンがもうじき亡くなってしまう年、晩年ですよね。自分が死ぬ数年前になってわざわざね、手を加えるほど、この曲っていうのは実はベートーベンにとってもお気に入りの曲だったのかもしれません。まあちなみにね、伴奏に16部9符を加えた以外にも、ここに、モルトグラツ要素っていう言葉を書き加えているとか、他にもいろいろと変更が加わっていて面白いので、もし興味がある人はベーレンライター社の楽譜を見てみるといいと思います。これなんで書き直していたかっていうと、ベートーベンがね、11の新しいバガテルっていう曲集を出してるんですけども、その曲集の中の12曲目に、実はこのエリーゼのためにを加えようかなと思ってたらしいんですね。ただ最終的にはそれは実現しなかったんですけれども、そのためにわざわざ書き直していたと。さあ、そして次ですね、ヘンレ版。ヘンレ社という出版社から出ているバージョンもあります。このヘンレ社っていう出版社ちょっと特徴的で、ドイツの出版社なんですけども、クラシック音楽の作品についてね、作曲者本人の原点にすごく忠実に厳密に楽譜を作ると。そういうことにこだわりを持った出版社らしいんですね。そういう意味では、このエリーゼのためになんていうのは、原点がどういう風だったかがもうわからないわけですよね。なので、相当こだわりを持って作られてるらしくて、細かい部分に、僕らがよく知っているエリーゼのためにとの差がね、たくさんあります。例えばね、さっき話したこの7小節目のメロディーライン。やっぱりノールは間違ってたんだと。ヘンレマンではね、ここの音がね、D から始まるっていうメロディーラインになっています。こういうことですね。で、それ以外にも非常に細かい差が、こんなところやこんなところにあるんですけども、まあ、これももし興味がある人はヘンレ版の楽譜を買ってみて確かめてみてください。さあ、で、まあ、そんな感じでいろんなバージョンがあるんですけど、まだあります。基本的に差が出てくる部分、議論が分かれる部分っていうのは、2箇所あります。まずはさっきも話した7小節目ですね。7小節目のメロディーが、
E から始まるのか、D から始まるのか。これはもうバラバラです。どっちが正しいのかわからない状況になってます。で、なんなら、このメロディーラインね、エリーゼのためにの中でたくさん出てきます。何回も出てくるんですけれども、ある部分だけは D から始まって、で、それ以外のところは E から始まってみたいな、こう、混在しているっていうパターンもあります。今、実は一番ポピュラーなのは、7小節目のところは E から始まるメロディーだと。で、それ以外のところも全部 E から始まるメロディーなんだけど、曲が終わる一番最後だけ D から始まるっていうパターンが実は一番ポピュラーなんですね。ただ、それは正しい解釈なのかと。そもそもヘンレが出した初版とも違いますし、ベートーベンが書いたスケッチとも違う。ちょっとそれは間違ってるんじゃないかなっていう気が個人的にはしますね。まあ、結局この7小節目のメロディー、D から始まるパターンと E から始まるパターンが混在してるわけです。で、あともう一箇所ですね。曲の一番最後の部分。今言った通り、最後の部分もこのメロディーで終わるんですけども、終わるときに D から始まるのか、E から始まるのか。これは完全に点でバラバラです。で、しかも、さらにややこしいことに、この最後の音ですね。最後の音も、音3つで終わるパターンと、音4つで終わるパターンが混在しています。どういうことかっていうと、まあ、実際に最後の音聞いた方が早いですね。最後の2小節こうなってます。で、こちらが、おそらく正しい音なんですけれども、なんと今一般的に普及している楽譜の中にはここにこの音を足してるっていうバージョンがかなりたくさんあるんですね。こういう響きになります。はい。このように音を1個足して4つの音を弾いて終わるっていうパターンが、まあなぜか出回ってるんですけども、この足された音っていうのはね、そもそも初版にもないし、これはおそらく後から誰かが付け足した音なんですね。ちょっとこの C の音がね、いつから付け足されていて誰によって付け足されたのかっていうのが調べてみても分からなかったんですけども、もし知ってる人がいたら教えてほしいです。確かに、この最後の音ね、C を付け足した音の方が、現代の僕らの耳からすると自然な響きに聞こえます。元々のバージョンだとね、ここになってる音は A、A、A と。A が3つ鳴ってる。A しか鳴ってないんですね。単音しか鳴っていない。これだと和音に聞こえないので、C の音を付け足しましたよと。こういう風にしちゃった方が自然だよねーって誰かがやったんでしょうけども、それはちょっとどうかなっていう風に思いますよね。ベートーベンはあくまでここは A の単音で終わるんだって曲を書いたわけですから、それを後から勝手に手直ししてしまうっていうのはどうかと。で、ついでに言うと、こういうピアニッシモとかピアニッシシモみたいなこう強弱記号に関しても、ベートーベンが元々付けたものとは別に、こうね、解釈の問題で後から付け足したっていうものがいっぱいあるようです。いや、どうなんでしょうね。こういう部分は、ベートーベンが見たら怒るんじゃないですかね。まあ、別にベートーベンが書いた通りに全て演奏するのが正義だというふうに言うつもりはないんですけども、まあ、少なくともね、音を付け足したりとか、もともとなかった指示を付け足したりとかするんだったら、やっぱりそれは狙いが必要だし、意識しておく必要があると思います。ピアノを弾いてる人はぜひともね、この辺ちょっと興味を持っていただけたらいいんじゃないかなというふうに思うんですけども。さあ、というわけでね、こんな感じでバージョンありすぎだろっていうのが1個目の謎だったわけですけども、もう一個ですね。まあ、こっちの方がエリーゼのためにの謎としてはポピュラーですけども、エリーゼの正体について話していきましょう。エリーゼって誰なんだと。これ実はいろんな説があって、未だにどれが正しいのかはわかりません。もう、やっぱりね、元々の自筆譜が失われてしまっているし、ベートーベンも死んでしまってるわけなんで、もう正体はわかりません。なんですけども、一応有力な説っていうのがあります。まずは、これですね。エリーゼの正体はテレーゼなんだと。テレーゼ・マルファッティ。これ、ちょっと前までは定説でした。ただ実は今では否定されています。これどういうことかっていうと、ベートーベンが字が下手すぎて、テレーゼって書いたのがエリーゼに読み間違えられたんだっていう説ですね。そもそもベートーベンの周囲にはエリーゼっていう名前の女の人がいなかった。で、そのせいでエリーゼって誰なんだっていうのはすごく謎を呼んで取り沙汰されたわけなんですね。だから本当はエリーゼのためにじゃなくてテレーゼのためにだったんだっていうのがよく雑学としてね、話されます。実際、このテレーゼ説っていうのは、ちょっと前までは定説、一番有力な説だったんですけども、実は、これ今では否定されています。2009年ぐらいから新しい説が現れて、もうね、これ、どうやら違うらしいって話になってるんですね。まあ、とはいえ、一応ね、一説ではあるので説明しておきますと、このテレーゼ・マルファッティっていう人ですね。非常に身分の高い娘さんだったということなんですけども、実際にベートーベンはね、1810年頃にテレーゼに求婚して振られていたようです。なので、ベートーベンがね、テレーゼに対して、まあ、恋心を持っていたということはどうやら本当らしいんですけれども、ただね、まあ、これちょっと見てみてほしいんですけど、テレーゼの綴りはこれです。エリーゼの綴りはこれです。これ、いくら字が汚かったからといって間違えますかね。そもそも文字数が全然違うわけです。
で、しかも、楽譜を発見したノールっていうのは、ベートーベンの文字はね、読み慣れていたと。いくら字が下手でも読み慣れてるので、まあ、よっぽど読み間違えたことはないんじゃないかなというのが今の定説ですね。実際、ベートーベンの筆跡を見てみても、まあ、ちょっと読み間違えるというのは考えづらいそうです。さあ、そんなわけで、新しく生まれた有力な説っていうのがこちらです。エリーゼの正体はエリザベト・レッケルという人だったという説ですね。これはベートーベンの友達の妹だったようで、ソプラノ歌手です。で、1810年頃に別の作曲家と結婚してしまってるんですよね。1810年頃っていうのはね、エリーゼのためにのスケッチが書かれた時期と被ってますので、エリザベトが別の作曲家と結婚したっていう出来事を受けて書かれた失恋ソングなのじゃないかっていう風に解釈ができるわけです。で、この人ね、名前、エリザベトです。ただ、エリーゼっていう愛称で呼ばれていたということが判明したんですね。なので、この説が今では最有力だという風に言われています。まあ、ただ、エリーゼの正体分かったねっていうとそういうことではなくて、実は別に他の説もあります。まあ、いくつも説はあるんですけども、例えばね、エリーゼ・バーレンスフェルトっていう人だったんじゃないかって説があります。これは、テレーゼにピアノを教わっていたっていう疑いがあるんですね、この人。で、ベートーベンは、テレーゼから、エリーゼのために曲を書いてよって頼まれて書いたんじゃないかっていう、そういう説です。まあ、ただこれも根拠があるかというとないわけですね。で、さらにね、エリザベト・ウェンドリングっていう人に送られたんじゃないかって説もあります。で、この説に至ってはちょっと面白くてですね、そもそもベートーベンが献辞を書いたんじゃないっていう説です。エリーゼのためにって書いたのはベートーベンではなくて、全然別の人だったと。というのも、エリーゼのためにの失われてしまった自筆譜っていうのが結構ね、ありとあらゆる人の手をいっぱい渡ってるんですね。ベートーベンの手から、まずはテレーゼの手に渡りました。で、テレーゼの手から、さらに別の人に送られて、で、さらにその人の、なんか息子みたいな人に送られて、もうどん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 こう、人の手を渡っていると。で、その過程で、途中の持ち主だった、ルドルフ・シャッハナーという作曲家ですね。この人が、将来の妻となる、エリザベト・ウェンドリングのために、この楽譜を送るときに書き足したんじゃないかっていう説が、どうやらあるらしいんですね。まあ、ともかくいろんな説があるんですけども、まあ、決定的な根拠がね、結局どれもないので、真偽は不明です。結局分かりませんでしたってお近いというふうに突っ込まれるかもしれませんが、まあね、失われてしまえば歴史っていうのはこういうものですよね。はい。というわけでね、エリーゼのために結構、まあ、濃密な謎が実は隠されているわけなんですけれども、そもそもどういう音が正しかったのかがもう今となっては分からない。しかも、エリーゼが誰なのかっていうのも分からない。非常に有名でいっぱい弾かれてる曲なのにも関わらず謎が深いっていうのはちょっと面白いですよね。はい。というわけでね、まあ、ここまででちょっとなんか歴史考察みたいなことをしてきましたけども、ここからはね、いつも通りに楽曲分析をしていこうと思います。で、その過程でさっき触れた謎の部分についてもね、ちょっと深掘りはしていこうと思っています。まずこの曲ですね、全体的に見たときに構造ですけども、ロンド形式と呼ばれる形式になっています。ロンド形式っていうのは、まあ、A, B, A, C, A っていう風によく言い表されるんですけども、A っていう主題があって、その主題が繰り返されていく。で、その間に別の展開がいっぱい挟まっていくっていう、そういう形式です。エリーゼのためにが長い間ね、愛される曲である理由っていうのは、この形式にあると思います。とても形式が上手いんですね。同じ主題を繰り返すので飽きちゃうかと思いきや、とても印象的な主題なので飽きが来ない。で、しかも、いろんな展開がね、次から次へとちゃんと挟まれていて、メリハリがついてるのが面白いですね。たくさん転調が挟まれていますし、この A セクション何回も繰り返される主題の間に挟まれる B セクションや C セクションっていうのが、ちゃんと A セクションと差がつけられています。やっぱり音楽においてメリハリがつくっていうのはとても大事なことですよね。はい。そしてね、もう一個ちょっと面白い部分としてリズムがありますね。エリーゼのためにって3拍子っていう風に、まあ、捉えられがちだし、実際に8分の3拍子で書かれていますよね。はい。で、まあ、そんな当たり前じゃんと思うかもしれないんですけども、この曲ね、3拍子で書かれてはいるんですが、実はちょっと2拍子混ざってるんじゃないかっていう疑いがあります。というのもどういうことかっていうと、このね、左手の伴奏系はよく見てほしいんですね。3拍子だったら、普通こういう風に書きませんか？こうですよね。こうすれば、1,2,3 っていう拍子がちゃんと明確に示せるわけです。にもかかわらず、ベートーベンはこう書いてます。こうするとなんか怪しいですよね。収録分布3つで一区切りなんじゃないかっていう、そういう構造が見えてきます。つまり、タカタ、タカタっていう2拍子ですね。1,2,1,2 です。こういう2拍子として解釈をすることもできるんじゃないかっていう、ちょっと怪しい感じになっています。まあもちろんね、
基本となっているビートは3拍子には違いないんですけども、ちょっと2拍子のビートも意識してほしいなっていう感じで、もしかしたら楽譜が書かれてるのかもしれません。この2拍子混ざってるんじゃないか説っていうのはね、実はさっき話したベートーベンの1822年の改訂版の曲の方を見てみると、さらに説得力が増します。これですね。このバージョンでは冒頭に16部休符が書かれているわけですけども、これ16部休符が書かれていることによって、より1212っていうビート感が明確に感じられるような感じがしませんか？いや、怪しいですよね。ベートーベンは後から自分の曲をこういう風に直すことによって、さらにね、2拍子が混ざってるよっていうのをアピールしたかったんじゃないかと、そういう風にも考えることができるわけです。はい。そんな怪しい感じの書かれ方がしてるんですけども、この曲、一番の特徴はとてもメロディーが美しいってことですね。冒頭の主題となっているメロディー、もうこれは誰が聴いても、もうすぐ覚えちゃう。とてもキャッチーで美しいメロディーです。このメロディーの美しさっていうのは、異音とか逸音みたいな、非和声音とか、あるいは、七度跳躍っていうね、これ古典的な音楽だとあんまりやらないような要素があるんですね。これは今から詳しく説明していこうと思います。で、あとはメロディーラインとか伴奏にもそうなんですけども、半音の動きがとてもたくさん隠されています。半音の動きっていうのはクラシック音楽ではね、ロマン派の特徴です。ベートーベンはロマン派の前の作曲家ですね。ベートーベンを境目にしてロマン派が生まれてくるっていう、そういう重要な位置づけにいる作曲家がベートーベンなので、ベートーベンからロマン派が始まっていくっていうのがね、実はこの曲の中でも見て取ることができます。さあ、それではね、具体的に曲の方を見ながら分析をしていこうと思います。さて、ではね、頭から分析をしていこうと思うんですけども、何を言ってもこのメロディーラインですよね。この最初のこの半音の動き、もうとても印象的ですよね。この半音による刺繍音がとても印象的な役割を持っていると。で、さらに言うと、ここでね、D シャープの音が出てきてますね。 D の音シャープしてます。なんだけど、この直後に D のナチュラルが出てくるわけですね。ここでこの3つの音がね、半音の音程関係でぶつかっていると。もうすでに半音がここであからさまに示されているっていうことがわかります。で、もう一個ね、注目したい部分ですけども、このメロディーの入りです。この音型、結構面白いんですね。というのも、最初のところね、和音鳴ってないんですけども、5のコード、ドミナントだというふうに解釈することができます。で、そういうふうに考えると、ここまではいいですよね。全部和声音です。ルート、第5音、そして第7音ですね。で、この後、ここに音が下がっちゃうんですよね。この下がった音は、逸音です。5のコード、E7th のコードの中には含まれていない音なんですよね。で、こういうね、含まれていない、コードの中に含まれていない非和声音は、解決をしなければいけません。今回の場合だと、例えばね、こういう風に進めばね、これは和声音ですから、和声音に向かって解決をしたっていうことができるんですけども、今回解決してないですよね。非和声音のまま解決せずに、こういう風に映っていってしまう。ここの動きが古典的なクラシック音楽にしてはちょっと攻めてるような気がします。どういう風にここ解釈できるかっていうと、僕は2通りの解釈があると思っています。まずはここね、先行解決してるのだと。どういうことかっていうと、この音ね、この音は E7th の中で言うと第7音ですよね。で、この第7音っていうのは下に下がって解決をするという、そういう性質を持っています。これはクラシック音楽では規則になってますね。限定進行音ってやつです。で、この音が確かに、この楽見てみるとね、下がって解決してますよね。だから、この第7音は下がって解決っていう動きはしてるんですけども、これ解決した段階ではまだ1のコードが鳴ってませんよね。1のコードが鳴る直前で、もうすでに1のコードに解決してしまってるわけです。まだ5のコードが鳴ってるんだけど、まあちょっとだけフライングして解決すると。こういう風にフライングして解決をしてるって捉えるのが1個目の解釈ですね。で、もう1個の解釈なんですけども、これね、この5個の音、
こうやって聞くと、なんかバラバラになってるような気がしますけども、実はね、鳴らす順番変えれば、こういう風に鳴らせばね、一個ずつ音下がってるだけです。単純に音が下がっただけですね。で、その下がった音の順番をちょっと入れ替えてあげて、おしゃれにしたっていう。そういう風に解釈することもできます。ただ単に音が下がるだけだったら、別に全部経過音ちょっと通りますよって感じで、間を通っただけって解釈できますから、何も変なことはありません。で、順番を入れ替えちゃうっていうのが、ちょっとおしゃれだなっていう風に思いますね。さあ、まあ、とにかくこんな風にして、実はね、この冒頭のメロディーライン、もうすでに、ちょっとなんか古典的なクラシック音楽から考えると、ちょっと挑戦的なメロディーラインになっています。半音がすごいぶつかるし、ここには逸音があって、解決しない非和声音があると。にもかかわらず非常に美しいですよね。やっぱりこういう風にちょっとルールは破る。ちょっと怪しいことをした瞬間っていうのが一番キャッチーになるっていうのが、音楽の普遍的な特徴だという風に思います。はい。で、この後はもうね、メロディーラインは、順番に上がっていく、音が上がっていく。で、コード進行も1、5、1、とても単純ですよね。はい。こんな感じで、主題の部分ですね。一番最初の A セクション、主題 A のセクションは、印象的なメロディーラインとともに、コード進行としては1、5、1を繰り返すだけです。しかも展開形ですらないですね。全部基本形。非常にシンプルなんですけども、ちょっと1点だけね、注意したい部分があります。この、最後の瞬間ですね。この部分の音が、なんと空曲ごとになっている。つまり第3音がないんですね。第3音がないと、響きとしては重苦しくて硬い響きになってしまいます。クラシック音楽では第3音が抜けるっていうのは、基本的には違反だということになっていますから、まあ、ここもちょっと奇妙な話なんですね。まあ、普通だったら、まあ、例えばここに音をね、足しちゃうとか。こういう風にして第3音を補ってやった方が自然かなという気もするんですけど、ここでは空虚5度が鳴っている。なんでなのか。理由を考えてみると、まあ、ピアノの音型を考えて、まあ、統一感を持たせたらこういう風にするしかなかったっていう考え方もできるんですけども、解釈をね、もうちょっと踏み込んでみると、わざとやったっていうことも考えることができます。というのもね、この曲、おそらく失恋ソングですから、空虚な響き、悲しい響き、重苦しい響きっていうのは出したいわけですよね。そうやって考えると、この低音でズンズンって鳴ってる空虚5度。まさに、もってこいの雰囲気じゃないですか。なんか、重苦しいですよね。ちょっとこう、ゴシックな雰囲気というか、モノクロな雰囲気が出て、とても情緒が溢れていると思います。で、この空虚5度の響きっていうのは、この曲の中でね、実はこの後もいくつか出てくるんですね。おそらく、なのでわざとやってます。はい。で、そしてもう一箇所ですね。まあ、さっき散々話した、このメロディーラインの話です。ここの音ですね。ここの音が、今回は E になってます。というのも、今回の分析は、ノールが出版した初版をベースにしてやってますので、楽譜はノールの初版に準拠しています。ただ、ここの音ですね。ノールは E の音で書いたんですけれども、ベートーベン自身によるスケッチとか、あるいは後年の解釈、ヘンレ版とか、ベーレンライター社から出たバージョンとかでは、こういう風になっています。音がね、こういう風になってるパターンでは、ここのコードが変わりますよね。E7 っていうことになります。5の7のコードですね。そうなるとですね、ちょっと注意しなければいけないことが出てきます。さっきも話した通り、7の中に出てくる第7音。この音っていうのは、下がって解決をしなければいけない限定進行音のはずですよね。だから、この音は絶対に C の音に下がらなければいけないんですね。なんだけども、ベートーベンはここに C の音書いていません。空虚ごとにしている。ってことは、ここの音が D の音になってるとおかしい。実はここでね、理論を違反してるんですね。解決先がないわけです。解決しない第7音を書いているので、ここは限定進行を無視しているということになります。結果的にどういうことになるかっていうと、より怪しい響きになりますよね。C に下がりたいよー、だけど下がる C がないなと。解決する先がない。これはもうまさに何かこう心のモヤモヤを表現してるっていう風に考えることができるんじゃないでしょうか。そういう風に考えるとね、なかなかこう、趣深いところがありますよね。ベートーベンはまあクラシック音楽の作曲家なわけですけども、わざわざルールを破ってこんな風に挑戦的な表現をしていた可能性があると。そういうわけですね。クラシック音楽ってすごく穏健で、なんかつまんない。
刺激がないっていうふうに捉えられがちですけども、まあ、現代の僕らが聞いてそう思うのはしょうがないんですけどね。ただ、ベートーベンとしては結構挑戦的なことをさっきからしてるんじゃないかということがもう冒頭のね、7小節ぐらいでも分かっちゃうわけですね。はい、まあ、それは置いといて、とりあえず今回はね、ノールの初版を準拠するので、ここはいいですね。でその後、まあ、同じことを繰り返していきます。で、その後、繰り返した後ね、ちょっと違う展開に入っていきます。はい。こういうことですね。ここでは一旦平行調に抜けていきますね。この曲は Am キーなので、平行調っていうのはね、C メジャーキー、長調になります。長調に行くと明るいですよね。で、あ、明るい響きだと思ったら、まあ、すぐ暗い響きになっちゃうと。で、しかもまたね、ここで空虚音が鳴らされてるわけです。明るいかと思いきや、やっぱり暗かったと。で、この後で主題に向かって回帰していきますね。ここの E の音がね、連続で弾かれる瞬間かっこいいですね。で、その後、この半音の動きがもう一回示されると。印象的ですね。個人的にこの半音の動き、なんかこうね、なんか子猫ちゃんをこちょこちょしてるみたいな、そういう感じの動きに感じられて、この曲が恋の歌なんだなっていうのがなんとなく伝わってくる感じがして好きですね。はい。で、その後全く同じ主題に入っていきます。はい。はい。で、ここまでで全体が A セクションだということになるんですけども、A セクションの中にも、このね、A の部分、最初の部分と、この真ん中に挟まれたね、一瞬平行調に抜ける A ダッシュの部分。で、その後最後にもう一回、さっきやった普通の A のところに戻っていくっていう形で、A、A ダッシュ、A っていう形式がね、隠されていることがわかりますね。サンドイッチみたいな形式が挟まれているってことがわかります。この、まあ、A、B、A みたいなね、真ん中になんか挟むっていうのは二部形式っていうんですけども、この曲の中ではこの繰り返される主題 A がそもそも二部形式でできているっていう特徴があります。はい。で、この主題の終わりの部分ですね。さっき話した通りですけども、ノールの初版では、さっきの7小節目からの部分以外のところは、ここの音が D に変化してます。なので、ここから先出てくる、このメロディーラインは全部 D から始まってる。まあ、奇妙な話ですね。それによって、さっき話した通りの限定進行の無視が発生しているわけです。はい。で、ここまでを、丸々もう一回繰り返すんですね。ちょっと全部割愛しまして、で、その後で、主題 B に入っていきます。こんな感じですね。ここではさっきまでの主題 A と比べて明らかに明るくなってますよね。 F メジャーキーに転調をしています。家族調の平行調に当たる調ですね。ただの平行調じゃなくて家族調の平行調に行くっていうことで、さっきとは調が変わってますね。さっきは一瞬平行調に行きましたけど、その時は C メジャーでした。今度は F メジャーです。こういう風にいろんな調を交えて面白く展開させていくっていう狙いがあるでしょう。で、そして、ここで面白いことに補足低音が発生しています。低音の音がずっと F に固定されてるんですね。ここまでです。ここまでの低音が全部 F。さっきまでの A セクションでは和音っていうのは全部ね、基本形でした。1,5,1 ですね。で、ここでは補足低音を使うことによって、さっきまでのね、基本形を繰り返す超シンプルなコード進行と対比させてますよね。工夫が見られるというわけです。で、ついでに言うと、メロディーラインに異音がたくさん含まれていてとても心地がいいですね。タンタタラですね。この、引っ掛ける音。この瞬間の音っていうのは異音と呼ばれます。そして、ここにもあります。ここでも引っ掛けているし、ここでも引っ掛けている。この音異音ですね。ちなみに、まあ、細かいことを言うと、ここに異音で音を引っ掛けたせいで、この音とこの音ぶつかっています。伴奏では、こういう風になっていて、メロディーはこう鳴らしていますから、ほんの一瞬だけですけど、タンクドでぶつかってるんですね。まあでもこういうぶつかり方っていうのは別に問題ないと。あくまで異音に過ぎないから問題ないですね。はい。で、こういう風にして次の展開に向かっていくんですけど、ここでもう一回転調してますね。今度は C メジャーキー。普通の平行調に転調しています。転調が多いっていうのはこの曲の特徴ですね。とても心地いいです。
こんな感じで、さっきの主題 A に向かって戻っていくわけですけども、ここ面白いですね。音符がすごく細かくなってますよね。A セクションでは大変ゆったりとした感じで曲が流れていきますよね。それと対比させるためにここで、こう、切羽詰まったような細かい音符を使ってメリハリをつけてるわけです。で、さらに言うと、ここね、和音の展開形がいっぱい出てきていますね。A セクションでは和音の展開形っていうのは使われていませんでしたから、こういう風にしてここでもさらにメリハリをつけてると。はい。で、主題 A に戻っていくんですけど、ここは全く同じなので完全に飛ばします。一通りね、ここで主題を再現した後で、今度は別の主題に入っていきます。主題 C ですね。かっこいいですね。ここでも、またもや、補足低音が行われています。低音がね、同じ音ずっと弾いてますよね。やっぱり A セクションとメリハリをつけるっていうことは常に考えられていますね。で、この C セクションの入り、とてもかっこよくてですね、最初は A の音しか鳴ってませんよね。で、かと思ったらその直後にね、突然、こういうとても複雑な響きのコードが鳴らされて、いきなりうわーってきたって感じがするわけですね。で、ここのメロディーもおしゃれですね。ここに、半音の動きが隠されています。ここにも、半音の動きが隠されています。半音で下からまくり上げるっていう音が隠されているわけですね。この辺の半音の動きなんかはとてもね、ロマン派の先駆けっぽいっていう風に言っても間違いではないでしょう。で、こんな感じにね、鳴らされているわけです。ここ低音すごいですね。正直ちょっと低音が、ゴン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 ってめちゃめちゃ濁った響きにすらなってますけれども、こういう分厚い低音ってのはやっぱりベートーベンの持ち味かと思います。で、ここね、補足低音が溶けてる。低音が動いてるんですけども、補足低音は溶けてるんですが、ここのね、A の音の同音連打。この A の音は補足音として鳴らされていて、そのせいで音が濁ってるわけですね。で、ここの激しい同音連打なんですけども、なんかドキドキいってる心臓の音かなっていうふうにも考えられますよね。まあ明らかに緊迫したシーンなのでドキ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 してると。で、まあコード進行としては全体に非常にクラシック音楽らしいコード進行ですね。はい、で、ここですね。2回目の繰り返しに入ってちょっとコード進行が変わっていくんですけれども、ここにナポリの2というコードが出てきています。フラット2のメジャーコードですね。さっきまで、A マイナーキーだったわけですね。で、ここでいきなり B フラットメジャーのコードが鳴らされると。こういう風にコードが進んでいくんですけれども、これはとてもベートーベンらしいですね。ベートーベンはナポリの2を多用しています。で、ナポリの2というコードは普通第一展開形で使います。第一展開形の形にして、4の和音の代わりに使うんですね。なんだけど、ベートーベンここでは第一展開形にしてません。基本形で使っています。ナポリの2を基本形で使うと、低音の動きが不安定になるので、あまり良くないとされているんですけども、ここではベートーベンはうまく使っています。はい、こんな感じで展開していくんですね。ここ一瞬、ナポリの2調、B フラットメジャーキーに転調したんじゃないかっていう感じがしますね。で、その状態でここでまた補足低音をしていると。短いですけどね。短い補足低音をして、コード進行としてはナポリの2調の上で1-4-1としてるっていう、そういう響きが感じ取れます。とにかくここでね、重要なのはナポリの2が鳴ってるっていうことです。ナポリの2のコードっていうのはメジャーコードですから、明るい響きがするんですけれども、ちょっと怪しいですよね。フリギア戦法の響きになってしまう。ここの低音の半音進行が極めて怪しいです。なので、なんかこう、明るいんだけど、なんかちょっと奇妙なね、狂気的な明るさを感じる。で、実際その直後にすぐに単調に戻っちゃいますね。いやー、こういう風にすぐに暗い展開に戻っちゃうんですよね。で、ナポリの2を使うと、大変特徴的な半音の進行が生まれます。ここです。いやー、ここです。また出てきました。3つの音が半音で並んでるっていうやつです。この3つの半音のぶつかり。
冒頭でも説明したように、主題のメロディーにも隠されてましたよね。この半音の使い方、激しいと思います。はい、こんな感じで、さっきまでね、ドキ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 してたと思ったら、突然なんか、狂ったようにこう開放的になって、でも訳がわからなくなって、で、元の主題に戻ってくると。ここの主題会議は結構あっさりしてますよね。さっきまではここでね、タラララララランっていう半音の動き、かなり引き伸ばしてましたけど、ここは一瞬です。なんなんでしょうね、もう、なんか、爆発してしまったんですかね、頭が。はい、で、ここで主題会議しまして、まあ、あとはね、同じことを繰り返して最後のところで終わっていくということはないんですけども、最後の部分だけちょっと注目してみましょう。はい。ここね、さっきも言った通り、ベートーベンはおそらく、ここは A の単音で終わることを意図しています。和音が鳴ってないんですね。A がとにかくズーンって鳴って終わると。なかなか面白いですよね。まあここでベートーベンが何をしたかったのかっていうのは当然本人にしかもわからないんですけれども、後から解釈することはいっぱいできます。個人的にはここにね、まあ、C の音を付け足しちゃうっていうのは、いやーこれはなんか打足なんじゃないかって気がしますね。クラシック音楽を聴き慣れてる人だったら、ここに C の音付け足したくなるっていうのは理由はわかるんですよね。なぜならば、さっきも言った通り、ここね、第7音があるわけです。第7音って C に解決しなければいけないんですよね。だから、クラシック音楽の理論を知ってる人であれば、あ、ここ、音がないの不自然だって考えて音を足すっていう流れはとてもよくわかります。まあなんならね、この7小節目のところの、ここのメロディーですね。ここも音が D じゃなくて E の方が好まれる理由っていうのは明らかにありますよね。E の音だったら、これ限定進行音じゃないので別に限定進行する必要がないです。なので、ここで限定進行を無視しちゃったっていうことは発生しないんですけども、ここが、まあ、ベートーベンのスケッチ通り D の音だとすると、ここは明らかに限定進行の無視が発生してるわけなので、理論的にはおかしいと。なんなら、後々の人がね、ここね、あ、ベートーベン間違えてるじゃんと。限定進行音無視しちゃってるよと。ちょっと直してあげよう。よいしょっていう風に直してる可能性もあります。ただ、やっぱりそういうことはね、慎重に考えなければいけませんね。特に、この最後の部分なんてね、明らかにベートーベンはこういう風に書いてたわけですから、狙いがあったという風に考えた方が自然ですよね。そこに対して、いや、これ理論的に間違ってるやん。よいしょと。こんな風にしてしまうっていうのはちょっと打足な感じがします。間違ってると思われるようなところこそ、やっぱり作曲者の魂が宿ってるっていうこともあるんじゃないかなっていう風に思いますね。はい。というわけで、今回のエリーゼのためにの分析は以上で終わりということにさせていただこうと思います。当然、大変古典的なクラシック音楽だし、まあそもそも演奏も簡単な曲なので、あまり分かりやすく突飛な部分っていうのはなかったんですけれども、それでもね、深掘りするとこういう風になりますね。で、今回なんでこんな普段やらないクラシック音楽、簡単なクラシック音楽を分析したかっていうと、実は今回の動画ね、続編があります。皆さん知ってますかね？ YouTube をよく見てる音楽好きの人だったら知ってるかもしれないんですけども、某作曲家の方ですね。YouTube で有名な某作曲家の方が、この曲を、まあ、パロディして、エリーゼとかのためにという曲をね、ジョークソングとして作ってるわけですけども、実はその作曲者の方から、ちょっとエリーゼとかのためにを分析してくんないかと、そういう依頼を受けたんですね。というわけで、今回のエリーゼのためにの続編として、エリーゼとかのためにの分析もしてみようと思ってます。エリーゼとかのために知らない方がいたらぜひとも聴いてみてください。大変面白い曲です。というわけで次回をお楽しみに。今回の動画はここまでです。面白いと思っていただけましたらぜひともチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。で、コメントで質問をしてくださる方がたくさんいるんですけども、その際はね、良ければ投げ銭の方をちょっとチャリンといただけると嬉しいなと思います。では今回はここまで。ありがとうございました。